について考えるという題で発表していただきます。それではよろしくお願いします。はい、スタイルを利用した文書設計について考えるということを、お話ししたいと思います。はい、自己紹介、野方純と申します。リブレオフィス 4.4 のテンプレート、リブレオフィスで言うとリブレオフィス 4.4 のテンプレートコンテストで、入選して、これもらいました。で、その後リブレオフィス 5.0 のブランディングコンテストでコンセプトが採用になったのでこの T シャツをもらいました。こんな感じです。おありがとうございます。はい、はい、で、今回のリブレオフィス会議の T シャツもデザインしました。はい、皆さん来ていただいているのはそれ、僕がデザインしたものです。で、全て、オープンソースソフトウェア、インクスケープで作ってます。で、T シャツの方はインクスケープで作ってます。で、まあ、テンプレートの方はもちろん、リブレオフィスです。はい、で、あとデビアンユーザーです。で、向こうにもちょっと絡んでるんですが今日はこっちに、出ますと。で、そうそう台湾から来てはるということで、そう、9月、セプテンバー、イントリー、台湾行ってきたんで、結構ね、美味しかったです。はい、台湾いいところですよね。はい、それだけです。はい、なんとなくそういうのを話したかった。はい、ということで、皆さん、スタイルと書式設定というのを使っておられるでしょうか。リブレオフィスはお使いだと思います。使って、はい、はい、使ってる。あ、使ってないかも。はい、ですね、この本出ました、デザイン・ウィズ・リブレオフィスっていうリブレオフィスのスタイルに焦点を当てて書かれた書籍です。で、販売ルールというサイトで、オンデマンドで販売されている。で、あと無償で書籍の PDF とソースがダウンロードできます。で、これ、何がすごいかっていうと、リブレオフィスのスタイルだけについて書かれた本です。結構分厚いです。はい、注文しようと思ったら結構時間かかるみたいだったんで、現物持ってきてないんですが、現物っていうか、はい、ないんですが、はい、じゃあ、まあ、皆さん使ってる人は使ってる、使ってない人は使ってない、スタイルなんですが、まあ、使わない理由っていうのはいろいろあると思いますですが、ここでこう使ってもらおう、こういう本も出たし、皆さんに使ってもらおうというところで、リブレオフィスのスタイルについてかなり細かく話したいと思います。はい、やはりリブレオフィスというと、まあ、マイクロソフトオフィスと、比較するということもあります。で、マイクロソフトオフィスにもスタイルっていう機能はあります。で、大体よく言われるのが、書式を管理する機能です、リブレオフィスの書式を管理しますっていうふうに言うんですが、リブレオフィスの場合はちょっと若干違います。はい、この2つが、役割となってます。何やら難しい話、文章の構成要素を定義します。リブレオフィスのスタイルは文章の構成要素を定義します。そしてその要素に対して書式を、設定するというのがリブレオフィスの、スタイル機能と言えます。はい、なんじゃらほって感じですけどね。はい、何がどうというのを今から説明すると、まず、まあ、紙なんかないかな。あ、こういう紙がありますね。はい、こういう紙がありますね。紙があったら、この紙があって、で、まあ、タイトルがありますよね。で、なんか本文がありますよね、というふうな、こういう紙、文書の
要素、例えば紙であるとか、段落であるとか見出しであるとか、見出しとか段落の中に文字があるとか、そういうふうな構成要素、それを入力するんですが、入力して、これが見出しであるとか、これが段落であるとかっていうのは分かりません。リブレオスには分かりません。それを、要素として定義するというふうな機能が一つあります。で、そういうふうに要素を定義したら、その要素に対して書式を設定するというふうな、機能がある。で、まずみんな皆さんは、書式の方を注目するので、上の構成要素を定義するというところは、見落としがちなんですが、結構これが、有効になってくる。で、そのマイクロソフトオフィスとかにもスタイルあるじゃんっていう風な人結構、言うんですが、リブレオフィスのスタイルは、全てにおいて使ってる。一部だけではなくて、まあ、ライター、カルク、ドロー、インプレスで書き出したら、ライターは一番多くてページと段落、文字で枠、図形で、箇条書きのリストが使われています。でカルクの場合はページとセルで、表スタイルっていうのがあります。表スタイルは 5.3 からライターの方に入るんですが、今はオートフォーマットとして提供されているので、まあ、ちょっと括弧書きで書いています。で、ドローの方は、枠スタイルに似たもので図スタイルっていうのがあります。で、ページ設定をするプレゼンテーションスタイルというのがあって、これもページスタイルに似てるんですが、見栄えだけ定義しますというふうな形で、LibreOffice の中で扱う、文章の中で扱う全てのパーツをこういうふうにスタイルで、扱っているということで、スタイル知らない間に結構使ってます。というか、もうこれスタイル使わずにリブレオフィスの場合は生きていけません。はい。で、まあスタイル使ったことないけどどうしたら、使ったことないけどじゃあなんか使ってみたいなっていう理由をちょっとここで書いてみました。はい。まあ、書式を管理するっていう風なところで、デザインの統一、これもちろん、こういう風なかなり綺麗な、頑張って綺麗なあのスライドを作ったんですが、綺麗だと思いません？ですよね。すごいフォントとかを、綺麗に作ったんですが、これ、一個一個フォントを指定してっていうのはもう日が暮れるしやりたくないです。内容を作りたい、内容を作りたいので、まあ、そんなところにはかけられないので、このスタイル機能を使って一気に、フォントなり見栄えを設定するというふうなことができます。それで、スタイルで一括して指定するのでデザイン統一できます。で、あと2つ、これが結構重要、内容とデザインの分離再利用、はい。で、文書フォーマット感の総合運用性を高める、こういう機能を、使いたいために、スタイルというのを、使用するといいんじゃないか。あとですね、のぺんさんが、スタイルの話すると思います。で、多分この辺が文書フォーマット感の総合運用性を高めるっていうのは関連するかなというので、そこはあんまり話さないように考えたんですが、まあ、一応こういうふうなの考えてきました。で、デザインの統一、デザインの統一はさっき話した、まあ、その見た目が揃えられる、で見た目が揃えられる、で書式も揃えられるっていうところで、ノンデザイナーズデザインブックっていう本があります。どういう本かっていうと、デザインしてない人がいかにかっこよくデザインできるかっていう本があるんですが、その中で4つ、原則守ってくださいねっていうのが提唱されています。その4原則っていうのが近接、整列、反復、コントラスト、関連性のあるものは近づけてグループ化で、見出しなど同じものはこう繰り返して使いましょうねっていう反復で、そういうふうにしたものを
きちんと縦横を並べる、揃えるという、整列で、コントラスト、違いを出すためにコントラストをつけるというふうなことがあるんですが、スタイルを使うとそれ簡単にできます。まずスタイルっていうのはそもそも繰り返し使うものの書式を定義するので、もう定義した時点でもうこれを使う。で、グループ化を行う、これもスタイルはそのよく使うものをグループ化するので、これも実現される。じゃああと整列とコントラスト、書式を設定すると、見出しの位置を揃えたり、あと濃淡をつけるっていうのはもう簡単にできるので、あ、この4つ全部実現できて美しいデザイン作れるんじゃないかということで、これが一つ、使う理由になるかなというふうになります。で、ここからがちょっとあまり知られてないところだと思います。スタイルは、分けて使うことができるのはご存知でしょうか。初めて聞いてた。なんか探してたんだけど、やらせっぽいですが、そこまで言うとちょっとおかしいですけど、HTML と CSS、スタイルシートっていうのがあって、そのウェブをやってる人だったら、HTML の中にその装飾っていうのは書かずに CSS っていう別のファイルの方に分けて、書きます。装飾と、内容を分けて、管理するっていうことをするんですが、LibreOffice でもそれできます。別の文書から、スタイルだけを、持ってきて、適用するということは、スタイルでちゃんとマークアップ文書していれば、どんな書式でもこう適用できるというふうなことで、すごく省力化できる、もう定時に上がれるぞっていう、そんな感じで、文章が作れる。で、もっと重要なこと、文章フォーマット感の相互運用性を高める、これ何かっていうと、スタイル、文章にスタイルをつけていくっていうことは、要素を定義するっていうことです。で、要素を定義する、言い換えればマークアップするということなので、マークアップをすると機械可読が可能になります。で、どういうふうなことになるかっていうと、 LibreOffice で、スタイルを使って見出し、段落を定義して、Microsoft Word の方に持っていきます。そうすると、Word の方にあるスタイル機能と、そのまま引き継がれて、見た目の調整は、Word のスタイル使って調整すると、そんな手間かけずに、移行もできるんじゃないかというふうなこと、やあと、パンドックという、フォーマット変換ツールですからね、どう言ったらいいですか、文章を変換するツールっていうのがあるんですが、それで、マークダウンという書式でテキストファイルを作ります。それは、ある一定の決まったルールによってマークアップしていきます。見出しは、シャープつけますよ、で、箇条書きは、アスタリスク1個とスペースを置いて、並べていけば箇条書きになりますよっていう一定のルールに沿ってテキストファイルを作ると、その書式に従った、その書式に従って、変換するということができます。で、それで書いたものをパンドックにかけると LibreOffice ライターの、スタイルにそのまま変換される。見出しのところはちゃんと見出しになるし、箇条書きはちゃんと箇条書きになるというふうなことがあるので、文章、ODF が重要という話でしたが、ODF なくなってしまったらどうなるのっていう話もあります、はい、それはどうか分かりませんが、でもそういうふうに、運用性を高めるにはやっぱりちゃんとその、変換できるようにしたい。で、そういうふうなことを、やりたいのであれば、こんな形で適切にマークアップしてスタイルを使うという
ことをやっておかないと、移行できなくなるので、伝えるというのは積極的に使ってほしいなというふうに思います。はい、そう、今日はそんなに時間がないので、すごく前段階で説明というのをかなり省いています。その辺は参考資料を見てもらうと、見てもらって、あ、こんなんかっていうのを思ってもらったらいいんですが、じゃあ、 こういうふうに、リブレオスで使われています。で、リブレオスの全体で使われています。で、使う理由はこういうふうにありますよ、デザインを統一するだけじゃなくていろいろメリットがありますよというふうに、すっごく駆け足で話しましたが、じゃあ、使ってる方もいらっしゃいますし、使ったことがないという方もいらっしゃいます。じゃあどういうふうな場面でスタイルって使ってるのっていうふうなことを話したいと思います。で、その各ソフトでの具体的な話の前にちょっと一言話をすると、スタイル意識変えてください。さっきちらっと、話したんですが、もうぶっちゃけ考えで言うと、オフィスソフトのスタイルという機能ではなくて、オフィスソフトっていうかマイクロソフトオフィスの、スタイルっていう機能じゃなくて、どちらかっていうとリブラオフィスのスタイル機能っていうのは DTP ソフトに近いです。DTP のソフトだと、ページ用紙の設定をして、段落、見出し、文字っていうのをパーツごとに分けて管理するんですが、そういうふうな、管理の仕方をします。で、あとスタイル分離して使えるので、文書と装飾っていうのは分けて考えることができます。そうすると HTML における CSS のような使い方ができるということは結構、自由度が高いし幅が広い。で、そのマイクロソフトオフィスと考え方が全く違うので、そこで混同しないようにしてください。で、スタイルのこの話をすると、リブレオフィスにテンプレートあるのになんでもうテンプレートに全部書いちゃえばいいじゃんっていう人がいるかな？かな？テンプレートは使ってますよね？使ってますよね？はい。で、テンプレートでこう作っておいて、じゃあ書式っていうのを直接こう指定してて、じゃあこれテンプレート作ったからこれで作ってよって渡したら、この書式ってどうやったっけ？手で設定してると分からなくなることがあります。僕はあります。そういう風な手で書式の設定されて、ここが微妙な黒が違うとかいう風なのとかありますが、これスタイルを設定するときに、スタイルじゃない、テンプレートを作るときには必ずスタイルと、一緒に設定してくださいよ。そうすると、テンプレートで、作った書式もきれいに保つことができます。その書式変えてしまってどうしようって思っても、もう一度、スタイルを適用してあげれば元の通りに戻るので、スタイルとテンプレート両輪になっているので、テンプレートを使うときにはスタイル一緒に使いましょうというふうな前提があります。はい、というところで、これだけスタイルあります。これ全部使ったことありますか？スタイルのやつきっちり設定したよ、ガッチガチに。ほとんどページと段落しか使わない。ああ、なるほど。確かにそうですよね。ページと段落しか使ったことが、ライターの場合はページと段落、で、カルクの場合はセルスタイルがあるけれど、セルスタイル使ったことないよね。ああ、使いますね。カ
観光スタイル使いにくくないですか。そう、そこがセールスタイルは、まあそこが難しいところなんですよね。使いづらいって思うか思わないかっていうところ。そうで、あとドローとかインプレスの時には、図スタイルっていうのが結構重要なんですが、あんまり使ってるのを見たことないんですよね。私すぐ分かり使ってます。おお、なるほど、すごい。はい、ということで、じゃあ、 まあこういうようなメリットもあるし、じゃあ、スタイルを使ってみたいなというふうな人が出てくるよ、各ソフトでの利用についてちょっとポイントっていうのを、出してみたいと思います。具体的な利用、ライターと、まず最初にライターから話したいと思います。ライターで使う場合っていうのは、まあ、文章を書きますが、まず最初、やはりページスタイルを使うと思います。で、ページスタイルを使うんですが、1枚もの、そう、マイクロソフトオフィスを使っていると、そのページの変更っていうのを、ページの書式っていうのをやるんですが、マイクロソフトオフィスと全然これ違います。ページスタイルっていう。マイクロソフトオフィスは書式、ページの書式を切り替えるのは制御コードを入れるような形になるんですが、LibreOffice の場合はページごと用意するっていうイメージになるので、全然違います。その辺が、分からずに変わらへんっていうふうに言われて、ちょっと辛いなっていうのがあるので、まあ、これ書いてみました。で、まあ、1ページ1枚ものを作る場合は標準スタイルに設定すればいいんですが、複数のページもの冊子とか作る場合は、最初のページと左右、右ページ左ページっていうのを使ってください。それを使うと、つながって、右左右のページが、設定できたりっていうふうなことができるので、その点は気をつけてください。で、段落スタイル。段落スタイルっていうのは、段落や見出しのブロックの書式などを設定しますが、一番最初に設定するところは標準。で、あと2つ、見出しと本部のスタイルは必ず設定してください。これ3つ設定するだけで、かなり見栄えが変わります。で、文字スタイルは、段落の中の文字の書式を、指定したりするんですが、どういう場面で使うのっていうところ、どういう場面でその文字スタイル使うのっていう人が結構多いんで、これ書いてみたんですが、部分的に強調するところや、縦書きで縦中横ってご存知ですか。半角だと横に倒れてしまうのを縦にするっていう。組文字ってやつ。そうですね、組文字ですね。はい、そういう風な形でインラインで、段落スタイルっていうのはブロックで指定するんですが、その中インラインで書式指定するときに文字スタイルっていうのは、使いますはい、ということで、その3つを使ってれば大体いいかなと、これに関して言うと関西、レブレオフィス協会の方で資料があるのでそっちを見てもらったらいいかなというので、あ、そう、1枚ものでスタイル実は意外と使います。なんかこういう風なビジネス文書あるじゃないですか。日付があって、町内会とかだったら、ここの各位とか書いてあって、なんとか部、なんとかとか、自治会とかって書いてあって、こんなんあるじゃないですか。これ、スタイルで作っておくと、めっちゃ便利ですよ。あ、あった。はい、こんな風な文章があったとします。はい、で、スタイルはあります。で、スタイル使う、もうすでにスタイルこれ設定してあるんですが、皆さんご存知ですよね。水やりモードがあればもうあっという間にできます。見出し、ボランティア活動参加お願いで、本文、ポン
本で、シルスっていうスタイル、あのワードには実はこれあるんですよね。それちょっと真似てみました。はい、こんな形で。で、日付スタイルっていうのも作っておくと便利ですね。あの右揃えにして、あとは差出人とかもこういう風に揃え作っておくと。で、宛先スタイルっていうのも作っておいて、まあ、これあの本文あのスタイルっていうのはカスケードで継承されていくので、これ表にあるんですが、これ実は本文スタイルの方に入れた方がいいかもしれないですというような形でポンポンポンと作っていって、で、あとはあここ箇条書きやったなっていうので、箇条書きをポンとやってしまえば、あっという間にこういう一枚もんって結構作ってよって言われるじゃないですか。スタイルを一個作っておいて、テンプレも作っておくとすごく楽になります。はい、こんな感じで、ライターの場合は使います。で、カルクトスタイルっていうと、まあ、セルスタイルが使いにくいっていうふうに、言われたんですが、あのスタイルっていうのは継承されていきます。なので、その結果とかの色を変えたいっていう場合、こことここの結果関連しているけど、でも、書式一個一個定義するのめんどくさいなって思ったら、一個定義しておいて派生クラスっていうのを作っておくと、いいかと思います。で、あとちょっと混乱、リブレオフィスのカルクを使うときに混乱するのが多いなっていうのは、条件付き書式、ワードじゃないわ、Excel だと条件付き書式は本当に書式を変えるんですが、リブレのやつは条件付き書式っていう名前なんですが、スタイルを指定するようになってます。で、それで結構混乱してて、何これスタイル何みたいな形で使いにくって言われるんですが、名前としてはこっちの方が適切なような気がするんです。条件付きスタイルっていうで、まあそんな形でセルスタイルっていうのを指定して、結果とか見出しとかいうふうなのを使っていくんですが、あまり使われてない方をちょっと説明したいと思います。オートフォーマットっていうのがあります。 5.3 のライターの、表は、これオート今まではオートフォーマットっていうものを使ってました。スタイルとすごく似てるんですが、表全体の書式を管理するという機能があったんですが、それがスタイルの方に移りました。で、これカルクの方でも実は使えるので、やってみると、例えば表を作って全体ここ罫線を引っ張ってっていうのをやるんですが、あ、やばい、時間がない、はい、でオートフォーマットっていうのがあるので、これで書式作っておいて一発でポンというふうにやれるので、もうこれで、もうこんな形で綺麗な表があらかじめ作っておけば、もうすごく美しい表を作ってバンと出せることができるんじゃないでしょうか。で、あともうちょっとですよね。はい、で、ドローとインプレス、のスタイルで具体的な場面というと、まあ、あのマスターページというのは皆さんよく使われると思います。マスターページは、何が違う、用紙というかページスタイルと似てるんですが、用紙の管理はしません。図じゃないよ、見た目だけしか管理しません。で、特筆すべきというか、これを知っておいてもらいたいなというのは、図スタイルというのがあります。図スタイルというのは何かというと、図形の色や線などを管理する機能で、
これ、リブレオスのテンプレートなんですが、こういうふうな形で用意されてます。これテンプレートを使って、作るとき、図を書いて説明っていうのはあると思います。で、その図を書いて説明するときにこういうふうなシェイプっていうのがあって、例えば普通に書いたらこんな感じなんですが、じゃあこれ図スタイルを使うとこういうふうに一気に変えるとか、あとはコード部分をなんかコードを書いて説明する場合っていうのはこのコードウィンドウっていうのをやって中にコードを書くときれいにできるとか、もうこういうのをいちいち図を手でやるのはもうすごくしんどいので、まあ、こういうふうな形で図形をあらかじめ定義しておくと素早く作れるんじゃないかなというふうに思います。はい、こんな感じですね。図形のスタイルっていうのを定義しておくと素早く作れます。はい、ということで、まあもうすっごい詰めで説明も何もなかったんですが、スタイル活用したら、まあ、デザインの統一だけじゃなくって内容とデザインの分離再利用と、文書フォーマット間の相互運用性を高めることができます。あと作業効率も上げます。で、まあこれらのメリットを享受するためには積極的にスタイルを作っていきましょう。で、便利やでっていう道具にしてください。スタイルをもう定時に変えれますよっていう、道具にしてください。はい、ということで、まあスタイルの話はこの後瀬戸天さんがもっと面白い話を総合運用性に関してはあるんじゃないかなというふうなのが思うので、僕の発表はこれで、終わりにしたいと思います。はい、そしたらちょっとだけ時間あります？もうないです。もうないですか。はい、じゃあ、質問は後でということで、はい、ということで、野方の発表を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして瀬野さんの方で、ドキュメントスタンダーゼーションオブドキュメントスタイルということで、